こんにちは、川越梢です。新緑の5月、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、シティニュースを追った5月号、今回は商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や相談を受け付ける消費者生活センターの活動と、最近特に件数が増えている消費者相談の事例についてご紹介します。また後半では、大森のりのふるさと館で開催された開館10周年記念式典とのり祭りの模様を、お宝発見隊では子どもたちや子育て中の家庭を見守る温かな目、児童館を拠点に地域の子育てを支えるあのお宝が登場します。それでは初めに、消費者生活センターの活動と最近特に件数が増えている消費者相談の事例についてお伝えします。蒲田にある大田区役所本庁舎から歩いて5分のところにあるこちらの建物、この建物の1階に大田区立消費者生活センターがあります。消費者生活センターは、お店で購入した商品やサービスなど消費生活全般に関する相談をはじめ、詐欺などの消費者被害を未然に防ぐための啓発活動や各種講座の開催、講師の派遣、情報誌の発行などを通じて消費者の役に立つ情報を提供する活動を行っており、大田区在住・在勤の方や消費者団体などに広く利用されています。そんな消費者生活センターの大きな業務の一つが消費者相談です。ここ大田区立消費者生活センターには、年間4500件を超える消費者相談が寄せられており、4754件と東京23区で3番目に多い件数となりました。寄せられる相談の内容は様々ですが、最近特に目立つのがインターネット関連の相談。そこで今回は、こうしたインターネットに関する相談の中でも多く寄せられる事例について取り上げました。まず一つは、クリックしただけでいきなり料金が請求されるワンクリック詐欺。携帯電話やパソコンなどに届いた広告メールに記載されているアドレスをクリックすると、突然ダウンロードが始まり、登録完了画面や請求書画面が現れるといったケースが相次いでいます。スマートフォンでいろいろなサイトを見ていたら、画面に触れたらしく、たまたまアダルトサイトにつながりシャッター音が鳴った、不安に思っていたらお金の請求画面が表示され、高額なアダルトサイトへの登録料が請求されたといったようなケースがあります。登録料を請求してきた業者に電話をしないこと、そしてその業者と一切関わらずに無視することを助言しています。またこうした不当請求とともに、近年急増しているのがスマートフォンなどを使ったオンラインゲームに関するトラブルです。無料だと思ってスマートフォンに登録したゲームで、子供が知らないうちに多数のアイテムを購入してしまい、高額の請求書が届いたなどといった相談が寄せられています。オンラインゲームの仕組みや構造が複雑化しています。クレジットカード会社などから多額の請求書が来て、初めてトラブルに気づくケースが多く見られます。保護者などの大人がゲームや課金の仕組み、子どもの利用状況をよく確認し、保護者による利用制限の設定をしたり、使い方を話し合っておくことが大切です。さらにインターネット通販やフリマアプリを使っての売買契約によるトラブルも急増しています。インターネットのホームページを見たら、初回 90% オフと広告表示があったので、ホームページから化粧品や健康食品を1回だけのつもりで購入した、定期購入が条件だとは知らなかった、そうしたら多額の請求書と2回目以降の商品が届いたといったような相談事例が多く寄せられています。2回目以降の商品も含んだ定期購入が条件となっていないか、よく契約内容を画面で確認することが必要です。ネット通販はクーリングオフの対象外ですが、販売会社による独自の返品交換条件も確認しましょう。
解約・返品できるかといった条件は確認することが重要です。こうしたネットトラブルをはじめ、さまざまな消費者相談に応じている大田区立消費者生活センター。センターでは専門の生活相談員がじっくり話を伺い、解決に向けたアドバイスを行います。被害に気づいたら一人で悩まず、まずはこちらにお電話を。どうぞお気軽にご相談ください。ネットの普及で多様になってきている消費者相談、困った時はなるべく早く相談することはもちろん、私たちも被害に遭わないよう日頃から十分注意していきたいですね。それでは続いて、先月大森のりのふるさと館で開催された開館10周年記念式典とのり祭りの模様をお伝えしましょう。かつて大森をはじめとする大田区の沿岸部で行われていた海苔養殖の歴史を伝える施設として開館した大森海苔のふるさと館が、この4月で開館10周年を迎えたことを受け、先月15日その記念式典が行われました。式典には松原忠義大田区長をはじめ元海苔生産者などが参列。挨拶の後、和太鼓グループ大弦組によるパフォーマンスが披露され、会場に集まった来場者およそ130名の皆さんとともに開館10周年を盛大に祝いました。江戸時代から昭和30年代まで続いた大田区の海苔養殖の歴史や技法などをパネルや写真、当時使われていた道具類などとともに紹介している大森海苔のふるさと館では、こうした展示とともに海苔をテーマにしたさまざまなイベントを開催。中でも生海苔を使って海苔作りが体験できる海苔つけ体験は、区外からも多くの参加者が集まる人気イベントとなっています。昨年6月には来館者が80万人を達成し、子どもから大人まで多くの方たちに親しまれている大森海苔のふるさと館。この日は大森本場星海苔問屋協同組合の皆さんの主催による海苔祭りも同時開催され、大森巻き作りなどさまざまなイベントも行われ、海苔ならではの磯の風味や香りを楽しんだ来場者の皆さんでした。この10年間の成果として、この4月には元海苔生産者の方たちから話を伺ってまとめた本が完成いたしました。こちらの方もぜひ合わせてご覧いただけると幸いです。さて続いてはお宝発見隊のコーナーです。今回は子どもたちや子育て中の家庭を見守る温かな目、児童館を拠点に地域の子育てを支えるあのお宝が登場します。太田のお宝を探して発見隊がやってきたのは南雪ヶ谷児童館。中に入ると遊戯室で何やら楽しそうなイベントの真っ最中。集まっているのは小学生の皆さん、そしてこちらはボランティアの皆さんでしょうか。ということで、今回の太田のお宝は子育てすくすくネットイン。大田区では子育てすくすくネットと題し、区内52カ所にある児童館と大田っ子広場を拠点として、地域が連携して子育てを応援する取り組みを実施しており、その活動を担っているのが子育てすくすくネットインと呼ばれるボランティアの皆さん。大田区では現在923名の個人と52の団体がそれぞれの知識や経験を生かし、すくすくネットインとして活動しています。南雪ヶ谷児童館ではこの日入学進級お祝い会が開催され、この地域で活動する子育てすくすくネットインさんも参加しました。今年新しく小学校に入学した新1年生と新学年に進級した小学生の皆さんを招いて行われた会では、みんなでゲームをしたり、児童館で行われているさまざまなイベントや遊びを紹介、また子育てすくすくネットインさんと一緒にじゃんけんゲームなどをして楽しみました。成長期にあるお子さんたちを見ることによって、とても私自身も
成長できるようなこの年になってそういう成長させてもらっております。大きなイベントの企画だけでなく児童館で行われる日々の行事でもすくすくネットインさんが大活躍。田園調布2丁目児童館ではこの日すくすくネットインさんによる絵手紙教室や読み聞かせの会が行われました。絵本の読み聞かせやってていつも思うのは子どもたちがぐわーっと入り込んでくるんですよ、絵本の中に。それで、お、来た来た来たってこの感覚がなんか快感でやめられないっていうのもありますね。あとネットインとしてその絵手紙や絵本の読み聞かせやらしていると道端歩いてて、あ、絵手紙のおばちゃんだとかって声かけてくださって、それがなんかすごく喜びです、楽しいです。はい。このほか児童館で乳幼児と親子を対象にした行事の支援やベビーカーの無料メンテナンス、街中では子どもたちの普段の様子や登下校を見守ったり、多岐にわたるすくすくネットインさんの活動、年に数回開催されるすくすくネット会議ではネットイン同士の連携を図っています。次世代を担う子どもたちをみんなの力で育てようを合言葉に、地域に広がる子育て支援の輪、時には子どもたちの遊び相手に、時には子育て世帯の良き相談相手に、その知識と経験を生かして地域の子育てを応援する子育てすくすくネットイン、これぞ太田のお宝です。地域でいつも子どもたちを見守ってくれる子育てすくすくネットインさんは、子どもたち自身にとって、また保護者の皆さんにとってもとても心強い存在ですね。それでは最後に大田区からのインフォメーションです。区では5月31日にタレントの稲川淳二さんを講師に招き、大切に思うことをテーマに人権講演会を開催します。参加をご希望の方は、はがきまたはファックスに住所、氏名、電話番号などを記入し、5月14日までにご覧の宛先までお申し込みください。区では大田区らしい魅力ある街並みや景観、景観を守り育てる活動を募集し、優れた景観や活動を表彰する第2回大田区景観まちづくり賞の表彰式と講演会、パネル展示を5月30日に行います。会場はアプリコ小ホールで午後6時30分からスタート。参加を希望の方は当日直接会場までお越しください。さて、今回のシティニュースを追ったいかがでしたでしょうか。青々とした新緑が目にまぶしい5月は屋外でのレジャーにも最適の時期。外の空気を味わいにウォーキングやサイクリングにお出かけになる方も多いのではないでしょうか。交通量の多い場所を通る際は十分注意して安全に楽しみたいですね。それでは次号もどうぞお楽しみに。